一人対策スクール SLC がお送りする英文法。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか。まあ、A は違いますよね。で、なぜそれを感じるのかと言われたら、空手の左側、この5日間という表現がヒントになってますよね。で、前置インプラスうにゃうにゃ、もしくは先頭現在完了形で表記されておりますので、継続で、その観点からいくと一発でいけますね。そうです、正解は B ということで、下にまとめていきます。で、今回正解となった inner lore、 意味は思い出せますね。連続して。で、続いて選択肢の C、 meantime の左側、もちろん意味がその間にということですが、何がくっつきましたか。 in the meantime。 そして選択肢の D、 しばらくの間と言われたら、 for a while。 で、これでいいんですが、本日この問題を採用したのには理由がございます。正解となった in a row、 それが公式800プラスに出てるんですね。230ページパート6の文章中に出現しております。ですから以前からお伝えしている通り、公式問題集、もしくはこういうプラスアルファで出版された書籍、そこに出てくる表現はいつ公開テストに出てもおかしくないと。ですから事前に準備を整えておきましょう。で、あとは見ないを確認いたしますので、文頭をご覧ください。雨が降っております。で、5日間連続で、そんな感じでよろしいかと思います。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸4番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。